中学受験のリスタート、たかしです。今日はね、モビルを作ろうっていう題にしたんだけど、これはね、組み合わせのテコです。組み合わせのテコね、入試問題にめちゃくちゃよく出てきて、迷う人も多いところです。でも、基本の解き方は実はすごく簡単。今日、しっかり身につけていきましょう。さあ、モビールって何なのかっていうことなんだけど、こんなん見たことあるかな？こう、天井とかから吊り下がってて、風とかでゆらゆら揺れるおもちゃなんだけどね。赤ちゃんの頃さ、この上にこう吊るして、こう、くるくる回るのとかあったじゃん。あれもモビールに近いものがあります。で、よく見るとね、こんな感じじゃん。テコがいくつもいくつも組み合わさった形になっています。こういう問題を解いていこうっていうことです。さあじゃあもう早速解いてみようか。これ一番簡単なモビールです。この四角と三角に入る重さを出そうということなんだけど、モビールの問題解くときのコツはね、一つ一つのテコに分けて考えるっていうことです。つまりこれは上と下二つのテコの組み合わせだから、一個ずつ解いていけっていうことです。どっちからいこうか。下からいきましょうか。で、下からいくっていうことは、上が薄くなったけどね、上は完全に無視。ここだけ見てください。ね、ここだけ。そうすると、四角出てくるよね。めちゃくちゃ簡単じゃん。これ、こないだせっかくやったから、比使いましょうか。距離が5対7です。じゃあ、重さは逆比で7対5。35が7に当たってるから、35÷7×5 で、四角が出てきます。25g だ。これ1個出ました。じゃあ次、上のテコに行こうっていうことになるんだけど、その前にね、上下の力の釣り合いをここで使うパターンがほとんどです。どういうことかっていうと、今ね、この35と 25g が、これ下向きの力じゃん。じゃあ、真ん中、ここが上向きだから、35+25で、この糸にかかる力が 60g っていう風に出てきます。で、上のテコに行くわけ。こっちね。これも簡単だよね。比使おうか。4センチ、6センチだから、距離が2対3です。じゃあ重さは逆比で3対2っていうこと。60が3に当たってるから、60÷3×2 で、三角が 40g。こんな風にやっていきます。簡単でしょ？で、ちょっと複雑にしてみましょうか。ね、棒に重さがある場合ももちろん出てきますよ。さあ、こんな問題です。支点の位置もちょっと変えちゃった。この四角グラムを出してくださいっていうことです。で、棒に重さがそれぞれ20グラムあります。さあ、棒に重さがあるときどうするんだったっけ？そう。一番最初に棒の重さを重心に吊るして考えるっていうことだ。で、一様な棒の場合は真ん中が重心だ。これ忘れないでください。だから、あ、そうだ。これ上下どっちのテコから行くのか。そう、これ下から行くんじゃないぞ。ここ出したいんだから、下からは無理なわけ。上のテコから行きます。さあ、これ支点ここにしてね、この重さを出していくんだけど、棒の重さ、重心に必ず吊るしてください。10センチの棒だから、5センチのところが重心です。で、普通にモーメントを解いていきますよ。この20グラムと10グラムが時計回りです。で、このハテナグラムが反時計回りっていうことになるから、モーメントの式は、ハテナ ×2 が反時計回り。で、時計回りが 20×3+10×8 っていうことになります。じゃあ計算すると、これ60と80だから140÷2っていうことになるよね。ということで、70g。これが糸にかかる力です。そして、下のテコに行きましょう。これも、端っこが支点なのはいいんだけど、最初何するんだっけ？そう、棒の重さを必ず吊るすんだぞ。10センチだから、ど真ん中に 20g で。で、モーメントの式を立てていきます。この2つの重りが時計回り。で、この 70g は上に引っ張ってるからね。反時計回りということになります。ということで、反時計回りが 70×10 ね。で、時計回りが 20×5+4×6 っていうことになります。で、計算どうなんだ？700と100だから、四角 ×6 が600だよね。ということで、600÷6 で重りが 100g。これで答えが出てきます。さあ、じゃあまとめます。組み合わせのテコ、モビールみたいなのが出てくると、一つずつのテコに分けて処理をしていくっていうのがポイント。簡単だろ？今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。